この度コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されました。コンパイルハートの最終兵器イルハートだよ。ノースウェルズコース線という電車の駅にスランバイルプールゴウインゲルゴーゲルウクリーンドロブリュースランドレゴゴゴという駅があります。ノースウェルズコース線という電車の駅にスランバイルプールゴウインゲルゴーゲルウクリーンドロブリュースランドレゴゴゴという駅があります。毎回動画楽しく拝見してます。責任者に負けず頑張ってください。僕も陰ながら応援してます。え、陰ながらじゃなくて堂々と応援してください。なんでイルハートを応援するのにコソコソする必要があるんですか。エアプは結局エアプとバレる。正直に生きる術を身につけたいものです。と言っても私もこの元ネタを知らないエアプなんですけどね。ニャハートが好きな駅え連れてってくれるんですか。え、なんかね、なんだろうな、まあ、一番好きなのは塩タンとホルモンなんですけど、なんだろうな、なんかね、あれが好きです。あのなんかね、お肉の種類がね、わかんないんですけど、あの卵につけるやつあるじゃないですか。なんかちょっと大きい、なにすき焼きみたいなさあった気がする。あれが好きです。あとはね、なんだろうな、あとは焼肉、お肉じゃないんですけど、ビビンバ好きなんですよ。まあね、あの一時期ね、すごいね、焼肉屋に通ってた時代があるんですけど、そのせいで私、あの石焼きビビンバのあの混ぜるのめっちゃうまいんですよ。こうカッ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 みたいなやつがちょっともう特技レベルにうまいんで、まあね、ここ最近ちょっと何ですか、高カロリーっていうか、こうみんなにこう多大なる負荷をかける回が多かったんでね、まあちょっとここらでね、こう平和な回をね挟んでいこうと思います。皆さん、私が今なぜ怒っているか分かりますか。最近ね、本当によく思うことがあるんですけれども、みんなね、イルハートの扱いが雑すぎると思うんですよ。今この動画を見ているあなた、あなたにね、そう、あなたに向かって言ってます。本当に何も知らない開発トップの人に、何も聞いてないし、なんかこれって言われた挙句、責任者はコンパイルハートはこんなの知らないし関与しないよって言われて、うん、イルハートもこう言っちゃえばもうあとはなんとかしてくれると思ったんだけどね、うん、まずね、あのパブリッシャーと開発してくれるところから探さなきゃって話になってね。で、正直やっぱイルハートはね、ゲームを作ることは諦めてないんで、さっきあまりに迷いすぎて教えてもらったんですけど、バーバカ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 、うん、お前バカ野郎、お前道を教えろ、道バカ野郎、おい、全てはクイーン様のために、お前道を教えろ、楽屋裏さえもない、なんかまあ動画出さないよりはマシにしようみたいなテンションの、本当に本当に台本間違いなんだよ、愛について語ってくださいみたいなガイなんですけどね。まあこれからね、この、まあ、さっきもちょっと話したけど、みんなにこうもっともっと好きになってもらえるようにね、こう生放送とかね、いろんな企画とかも準備をしているので、ぜひお楽しみくださいというわけで、まあね、こんな感じにこう紆余曲折しながらもね、こうイルハートのみんなとかね、他の VTuber さんとか、あのファルコムさんとかケドウイン先生とか電撃プレイステーションさんとかね、こういい感じにね、イルハートの協力者が出てきて、まあ、協力してくれる人が出てきて、イルハートはね、こう今もアイドル系のバーチャル YouTuber として生き残ることができております。ありがとうございます。公式バーチャル YouTuber 電ハート。